皆さんこんにちは。こちらは B&W705 シグネチャーです。発売は2020年、当時の定価は353,000円でした。 B&W は近年最も人気の高い高級ブランドの一つです。同社のハイエンドモデルは有名スタジオやメーカーの試聴室に採用されています。音質は最高と評価される一方で、スピノラマの成績はパッとしません。値段の割にスコアが低すぎます。このスピーカーの音は世間の評判通りなのか、それとも高い割に大したことないのか、今回はこのスピーカーを調べて B&W の真実を明らかにします。このモデルの主なスペックは次の通りです。 B&W のシグネチャーはハイグレードのネットワーク素子と高級感のある仕上げで作られたプレミアムモデルです。ウーファーにはコンティニウムコーン、ツイーターにはカーボンを装着したドームが使われています。クロスオーバー周波数は 3.2kHz で、無印の S2 より低くなっています。16cm ウーファーは 1.7kHz ぐらいでつながないと指向性の不連続が起こりますが、このモデルのクロスオーバーはそれより高くなっています。前回は B&W のスピーカーの作りを観察しました。今回はこのスピーカーを測定して B&W の実力を明らかにします。それでは測定結果を見ていきます。まずは正面の周波数特性です。 200Hz 付近が少し盛り上がっていますが、ほとんどフラットです。左右の個体差もほとんどありません。DTM モニター並みの性能です。このモデルはツイーターとウーファーの音源がずれていましたが、結果を見る限り問題ありません。低音は 60Hz から出ています。これは能率を犠牲にした結果ですが、ここまで出ていれば大抵の音楽ソースに対応します。指向性を見ていきます。45度まで少ない変化です。これは無指向性に近い特性です。角度がついてもまっすぐです。大変優秀です。16センチで指向性の問題が起きない限界は 1.7kHz です。普通なら斜め方向の特性に谷ができますが、ないということはコンティニウムコーンの特性が関係しています。このコーンには繊維が癒着されていました。繊維の摩擦で減衰が働いて、実質的な振動面積が広域にかけて小さくなっている可能性があります。こちらはウーファーとツイーターの個別の特性です。クロスオーバー周波数はカタログスペック通り 3kHz 付近にあります。インピーダンス特性を見ていきます。バスレフの共振は 57Hz です。左右の山が同じ高さで分かれています。 1kHz に何かの共振があるようです。こちらはポートを塞いだ結果です。 F0 が 73Hz、 Q は 0.73 です。 Q の値は密閉の理想に近い数字です。
この製品にはポートを塞ぐためのスポンジが付属しています。状況に応じて使うといいでしょう。こちらはバスレフポートから出てくる低温の蚊と応答です。問題になるような遅れはありません。よくできたバスレフです。歪みを見ていきます。黒い線が 1% のラインの下にあれば十分高音質です。 1kHz 付近に何らかの歪みがありますが、これを除くと通常より1桁くらい低歪みです。磁気回路やサスペンションが良くないとここまで下がりません。こちらはボリュームを上げた結果です。 16W まで十分低歪みで再生できます。 16W の時の音量は 1m 点で 100dB あります。これだけの大音量を低歪みで再生できる小型スピーカーはなかなかないと思います。低域の歪みの拡大は小口径の宿命です。激しく空振りするだけで全く低音が出ません。 60Hz 付近の谷はバスレフの効果です。ちゃんと理屈通りに働くバスレフです。このスピーカーの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番は原音です。 YouTube の配信では CD 並みの音質です。2番は空気録音です。 B&W のスピーカーはどんな音がするのか、それではお聞きください。一見趣味で作られたような造形ですが、磁気回路や振動板は測定や解析をもとに作られていて、その結果が従来にない低歪みと周波数特性に現れています。
このスピーカーの特性は同社のハイエンドと違ってフラットです。スピーカーの特性はフラットであればあるほどいい音に感じさせます。角度に関係なくフラットな特性は理想です。音源が小さいので音像定位も良好です。小型スピーカーの欠点に音量を上げると音がうるさくなることがありました。この原因は歪みです。このモデルは 100dB の大音量を十分低歪みで再生できます。これによって生演奏に近い迫力を自宅で体験できます。大きな音を低歪みで出せる、これは B&W のスピーカーに共通する価値のようです。このモデルは16センチなのでソースによっては低音不足を感じます。この場合 AV アンプで歪みの多い低音を切ってサブウーファーにつなぐといいでしょう。これで理想に近いシステムを作れます。B&W のスピーカーは指向性が広いので部屋の影響を受けやすい性質があります。このスピーカーの特性はフラットです。音が今一つの場合は部屋に問題があります。部屋の改善は難しい領域でしたが、幸いなことに解決策があります。興味のある方は動画の概要欄をご覧になってください。 B&W の705シグネチャーは値段はともかく最もいい音がするスピーカーの一つに間違いありません。ご視聴ありがとうございました。